溶岩延長級、溶岩延長級、または溶岩ドーム、溶岩ドームとは、火山から粘土の高い水飴状の溶岩が押し出されてできた、ほぼドーム状の地形である。上空からはおおよそ円形に見え、地上から見ると土満汁、あるいは塩粉のような外観をなした流起をなす。溶岩ドームを構成する火山岩は玄武岩から流木岩まで変化に富むが、 現在まで保たれている大抵の溶岩ドームは二酸化系素、シリカを高い岩有比で含んでいる。特徴的なドーム状の姿形は、マグマが長距離を流れるのを邪魔する非常に高い粘性のおかげである。この強い粘り気は二つの原因があってもたらされるものである。すなわち、マグマ中の高いシリカ岩有レベル、地下で溶融状態のマグマからガスが抜けること、この二つである。 粘性の高い玄武岩性の、あるいは安山岩性の溶岩ドームは早く風化し、生成しても溶融状態の溶岩を地下からさらに加えることで簡単に分割してバラバラになる。それゆえ、保存されたほとんどの溶岩ドームは、シリカ岩有量が高い流紋岩か、デーサイト質溶岩でできているである。溶岩ドームとは、動的な構造物である。成長、崩壊、凝結、 そして新食のような長い時を超えてそれが経験するいろいろな過程によって進化するものである。溶岩ドームはその成長の仕方によって内製ドームと外製ドームに分けられる。前者、つまり内製ドームは新しく湧き上がってくるマグマを包み込むために外側の固化した溶岩でできたドームの内側面が広がることで出来上がり、後者、つまり外成ドームは溶岩が ドームの表層部に積み上がることで出来上がる。溶岩が河口から押し出されて遠くへ流れ出すのを阻まれるのは溶岩の高い粘土のためである。それゆえ、ドロドロの溶岩がドームのような形状を作り野外のその場でゆっくりと冷却していくのである。ドームは成長するにつれ、その高さは数百メートルに達することがある。成長はゆっくりと、しかも着実に続けられる。 成長期間は、九州、島原半島にそびえる雲仙岳の平成新山を作った1990年噴火のように、数ヶ月で収まる場合もあれば、カリブ海に浮かぶモントセラト島,島にある、スーフリエールヒルズのように、数年にわたって続く場合も、またある時には、インドネシアジャワ島にあるムラピサンのように、数千年も、成長期間が続く場合もある。これらの構造体の脇は、 不安定な岩くず、デブリで構成されている。ガス圧による途切れ途切れの積み重ねのため、まさに噴出中のドームは何度も爆発的な噴火エピソードをよく経験する。もし、まだ内部が溶融状態にある溶岩ドームの一部が崩壊しでもしたら、噴火現象の中でも一番致命的な火砕流が発生し得る。他の災害で溶岩ドームとか変わりのあるものは、 ドーム状をした山体自体が崩壊すること、山火事、泥や雪や氷、水のそばで発生した火砕流によって引き起こされる火山冷流、土石流がある。溶岩ドームは世界中に位置するほとんどの清掃火山にある主要な構造上の特色を形づけるものでもある。溶岩ドームには流紋岩質のシリカが豊富に含まれる溶岩で作られているため、 ちょうど、加工に線をはめたような状態になりやすい。そのため、火山の爆発的噴火を、それがない状態よりも危険なものにしてしまう。溶岩ドームを作る噴火には、火動内の空間を満たすマグマと、それらから分離して生成されたガスのもたらす過剰な、圧力が原因で起こる、浅く、長い周期の複合的な火山性微動を伴うという、特徴がまれる。 他の溶岩ドームの地学的特徴は、半球型をした形状、長期間にわたるドーム成長サイクル、突然起こる激甚な爆発的噴火が挙げられる。ドームが平均して成長する割合は、地下にマグマが供給される量を荒っぽく示したものとして使われることがある。しかしながら、それは溶岩ドームを作る噴火のタイミングや特徴とは、システマチックな相関を何も示さない。 潜在延長級、潜在ドームとは、地下浅いところで粘性の強いマグマが蓄積することでできる構造である。潜在ドームの一例として、1980年5月のセントヘレンズ山の噴火でできたドームがあられる。火山の山腹が滑り落ちることで引き起こされた大規模な地滑りの後で始まった爆発的な噴火が起こり、そのために山腹に張り出した山体直下の潜在ドームは、 引けるように崩壊した。現在のセントヘレンズさんは、バテー系、カルデラ内部に、新たな溶岩延長級が成長している。北海道のウス山は、活動の土に溶岩延長級や潜在延長級を形成する。1944年、昭和19年の活動では、登録に溶岩延長級、昭和新山が生まれ、1910年、 明治43年の噴火では北陸に潜在延長級、明治新山、43山を作り出した。薄山周辺に点在する、コンピラ山、西丸山、東丸山などの小山は、いずれも薄山の太古の活動で生まれた、潜在延長級である。年性の高い溶岩流は、溶岩ドームが、その成長した場所から流し出す作用を受けたものと、みなせるので、 流門岩の溶岩流と溶岩ドームは似たものである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。